こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は北風が吹いてすごく冷たいです。風がすごい身に染みるぐらいの冷たさになってます。こんなに冷たくなってくると朝は霜も降りてるかなと思いますが、今日は朝畑来るのが遅かったですので霜をよう確認はしてなかったです。お野菜がだんだんと甘くはなってくるんではないかと思います。特におネギなんかは寒さに合うと美味しくなるので、今日はジャガイモを掘りたいと思います。先日はグランドペチカを掘りまして、防草シートを下の方に敷いてありましたのでプランターに植えたような感じの栽培方法だったと思いますが、少しだけ草花病が来てました。1個2個来てましたけど、他はそんなにはなかったですので綺麗でした。根はやっぱり防草シート敷いてるのでそんなに広くはいかないと思いますが、防草シートを敷き込んでないとこのジャガイモ、葉っぱの枯れたとこを掘っていこうかなと思っています。防草シート敷いてないところが2通りあります。その中の特に葉っぱの枯れてるところを引いていこうかなと思ってます。まだ葉っぱの青青してるところもありますが、もうこれ以上太らにおこうね。まあけど前にも冬越ししたのがだんだん太っていったのでもうちょっと太る可能性はあるね。土埋めちょったら必要な分だけ掘ったらいいけど、まあ、とりあえず今日ちょっと掘ってみましょう。はい、はい、それでは掘ります。こっちから東については防草シートを敷き込んでないですけど、ここら辺はまだ葉っぱが青々してるとこがありますので、この後ろの完全に枯れてるところを掘っていこうかなと思っています。品種はわからない、掘ってみんと。掘ってみます。こんなに下まで行ってないよ。ちょっと見えよ、ちんまいのが。小さいかも。小さい、やっぱり種芋大きいけど、あんま大きくない、ね、大きくない。来たがりや、来たがり、うん、ちっちゃい。綺麗は綺麗やね。肌は綺麗、肌は全然綺麗やね、うん、草花病は全然来てないない。こんな良くないわ、やっぱり良くついてない。お草に植えたけど、うん、やっぱりジャガイモはもうちょっと早う植えなあかんかも。ここも掘ってみようか、青いけど。これ置いておこうか、こっちにしようか。ついてないがいない。あるある、あります。種芋が大きい。姉妹ばっかり。ね、やっぱお草に植えたき小さい。もっと早う植えなかめ。種芋はめちゃくちゃ大きいね。全然姉妹ね。小さい、こんな感じ。全然いかんねこれ。うん、やっぱり植えるのが遅かったき。そういうの関係はお金。そりゃそうよ。秋じゃが早う植えんと寒うなるき。それにせよ姉妹ね。うん、ちまい、ちまいです。ここじゃない、もうちょっと別のとこ掘ってみる。あ、こっちへ来るほど遅いがやき。ほんとはこっち掘ってみる。うん、ついでにこれも掘っておくわ。そこもしまいする。うん、小さいと思うけど、うん、あ、ここは容器ついちゃう。小さいけど容器言うても小さいね。うん、小さい。それはやっぱり植えるのが遅いと。種も大きいけどね。でもないの。そこへ行こう。これは小さいやつ。うん、小さいね。まあこんなとこでしょうがないね。植えるのが遅かったっけ。けど色は綺麗ね。そうやね。これは来たあかりね。色はめっちゃ綺麗だね。綺麗。全然草花病中感じない、ね。うん、ない。お尻も食べられてない。ない。心配した。コガネムシの幼虫も大丈夫やった。はい、どれ。こっちの。ここ？ここが枯れてる。ここひょっとしてメークインかもしれん。あ、メークインや。メークイン。うん。大きくないから。大きくない。ここ種もこんなちっちゃい。そうやね。大きいのが出たわ。大きくないですか。大きくございません。やっぱりぐじょぐじょ出るけどちっちゃい。
ちっちゃいね。うん。くれたね。立派ということはないね。ない。おいたら暴走シート、寄生虫とこ一番早かったの？早かった。そこ北上がり掘ってみる？ここ掘ってみますか？これはそこそこ大きな長官でかってことやろ？うん、ちょっと一週間、10日ぐらい早いかな。うん、大きい、やっぱり。違う？それは全然違うわ。大きい。ああ、大きいね。でも消化病がちょっときちゃうせん？あ、ちょっときちゅうね。これは消化病きちゅうね。そうそう。やっぱ大きいわ。ここなんで消化病きちゅうやろ。ここの大きい、やっぱり。ああ、そうやね。一回り大きいから。うん。さっきのとこと比べたら。だいぶ違う。違うね。うん。でも消化病がなんでかきちゅうよ。余計ではないけどね。うん。もうないの？ここはないと思うけど、どうせ土のけの関係出しちゃこうかなと。ここはどうでしょうか。ここ植えてなかったろか。掘ったろか。もうそれ掘って最後にするかい。うん。ここで最後にします。はい。それ何もついてないよ。ここに行くしかない。ここいっぱいになっちゃう。もう終わり。終わりやね。終わり。終わり。これ見たら、うん、やっぱ早うに植えたやつの方が大きいかい。そりゃそうよ。全然違う。秋は、うん、早う植えんって考えよう。大きさは全然違う。すぐ寒うなるけど。そうやね。大きさが違う、うん、向こう見てみろか。寒い。同じ北上がりでも全然違う、ね、違う、大きさが一回り本当に違うね、うん、メイクインラーも本当はもっと大きくならないもっと大きないとか、ね、はい、以上ですか、うん、あとはいる分ずつ掘ります。春まで置いたらだいぶ違うかもしれない。でもジャガイモの後でジャガイモ植えれんきよね。春ジャガを植えるところを考えておかなか。そうだね。もう2月には今度はもう春ジャガイモ早めに植えれるように準備をしようと思います。ジャガイモを掘ってみました。あまり大きくはなかったです。食べるにはこれぐらいでも十分かなとは思いますが、肌は綺麗でした。一番最初に植えた防草シートを下に敷き込んでいるとこは消化病が若干きてます。じゃがいもそのものは大きかったです。丸さはでも消化病がきてる。これはひどいというほどきてるわけではないですが、食べるには問題ないとは思いますけど、やはり着てるより着てない方が綺麗で見た目がいいかなとは思っています。ここはカルス処理をしてますので、普段は消化病がべったり向こうの方が来たりしてひどかったんですけど、消化病が来てるにしてもそんなに濃くないですので、カルスの処理は効いてるかなと思ってます。残砂処理した時もカルスがかかっちゅうところは残砂が発酵されちゅうけど、そうじゃないところはそのまま残ったりするやん。だから消化病も一緒で、うん、カルスがかかっちゅうところは消化病がつくのになって、うん、カルスがうまく回ってないところは消化病菌がちょっと多いかもしれないね。そうかもしれないね。ちょっとわからんけど、まあ、これから引き続きやっていって、うん、その効果を見ていったらいいね。特に秋ジャガは栽培期間が短いので、植えるタイミングを遅れると玉が大きくならないということがありますので、これからはもうちょっと秋ジャガは特に早めに植えたいと思ってます。どれぐらいの差なの？1ヶ月ぐらい遅れちゅうと思う。1ヶ月でやっぱこんなに差が出るわけと思う。タイミングっていうのは大事やね。そう、例年私も後手後手で遅れがちですけど、もうこれからはタイミングというものをもうちょっと考えていこうとは思ってます。じゃがいもは特にそうだね。うん、そう。でもまあ他のお野菜も秋野菜を春植える時が若干遅れたりするやん、うん、だから栽培が期間が短い。やっぱりタイミングって大事かなと思う。そうね、そうね。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。今日は元気がないけど。寒い気。寒さで。寒さで。もう手の先カチカチや。あ、寒くて。ヒーターの手袋がある。作業できへん。作業できへん。ありがとうございました。ニコ。掘ってみます。こんなに下まで行ってないよ。ちょっと見えよ、ちんまいのが。小さいかも。小さい、やっぱり。種芋大きいけど
こんな良くないわ、やっぱり。よくついてない。お層に植えたけど。ああ、そこらへん。種芋が大きい。ね、やっぱお層に植えたけ小さい。もっと早う植えなかめ。種芋はめっちゃくちゃ大きいね。全然ちまいね。小さい、こんな感じ。全然いかんねこれ。うん、やっぱり植えるのが遅かったけ。小さいけど。よく言うても小さいね。うん、小さい。それはやっぱり植えるのが遅いと。種も大きいけどね。まあこんなとこでしょうがないね。植えるのが遅かったっけ。あ、メークインや。メークイン、うん、大きくないか。大きくない。ここ種もこんなちっちゃいっけ。そう、これ見たら、うん、やっぱ早うに植えたやつの方が大きいかい。そりゃそうよ。